死弁的実在論は現代哲学の運動の一つである。これまで支配的だったポストカント哲学に反旗を翻し、刑事上学的実在論に対する立場を緩やかに共有していることが特徴である。死弁的実在論という名称はロンドン大学ゴールドスミスカレッジで2007年4月に行われた学術会議の名前から取られている。その会議を組織したのは、 ゴールドスミスカレッジのアルベルトトスカノであり、発表者に名を連ねた人物には、レイ・ブラシエ、イアン・ハミルトン・グラント、クレアム・ハーマン、簡単ヤスーがいた。主弁的実在論の命名者はブラシエだとされるのが一般的だが、それより先にヤスーが自らの立場を主弁的唯物論という言葉で呼んでいる。ゴールドスミスカレッジでの第一回目の会議から2年後に、 主弁的実在論、主弁的遺物論というタイトルで、第2回目の会議が2009年4月24日に、西イングランド大学ブリストル校で開催された。発表者は、レイブ・ラシエ、イアン・ハミルトン・グラント、クレアム・ハーマン、そしてアルベルト・トスカノであった。基本的な哲学的見解については、しばしば不一致が見られるものの、 死弁的実在論者たちが共有する思想として、イマヌエル・カント以来の人間の有限性を報じる哲学に対する抵抗がある。この運動の4人の主要メンバーに共有されている態度として、相関主義あるいはアクセスの哲学を乗り越えようとしている点がある。名や数は、アフター・フィニトゥードにて相関主義を定義し、我々は思考と存在の相関物にしかアクセスできず、 片方を抜きにしてはそのどちらにもアクセスできないという考えとしている。アクセスの哲学とは実在に対する人間の優位を解く哲学のことである。このどちらも人間中心主義的な思想である。自弁的実在論の4人の主要メンバーは人間を優位に置くこれらの哲学を転覆しようと試みており、現代哲学の多くに見られる観念論に対抗して、 ある種の実在論を擁護している。史弁的実在論の主要メンバーと、その支持者の間に共通する目的として、大陸哲学、分析哲学の両者において支配的となっている、ポストカント哲学の影響を転覆することが挙げられるが、それぞれの論者の間には重要な異も存在する。簡単明野数は、相関主義を批判する際に、カント哲学の中心には二つの原理があると、 主張している。一つ目は、相関の原理であり、我々は思考と存在の相関物しか知ることができない、つまり相関物の外部は不価値であるとする原理である。二つ目は、事実性の原理であり、物事は実際にそうなっているのとは異なった仕方でもあり得たとする原理である。この原理は、物自体は不価値ではあるが、想像可能であるという議論を擁護する際に、 カントが用いたものである。我々は実在を決して知ることはできないとしても、その実在が根本的に異なったものであると想像することはできる。名や数によれば、これらの原理をどちらも擁護することで、弱い相関主義が導かれる。一方で、物自体を拒絶することにより、強い相関主義が得られる。この強い相関主義にとって、 思考と存在の相関物の外部に何かを想定することは無意味とされており、従って事実性の原理は発揮され、強化された相関の原理に置き換えられる。名野数は相関の原理を拒否する上で別の戦略をとっており、ポストカント的なヒュームへの回帰によって強化された事実性の原理を支持している。この原理を擁護する上で、名野数は すべての物理法則のみならず、無矛盾率を除くすべての論理法則においても、必然性という概念を拒絶している。重足理由率を拒絶することにより、物理法則における必然性を正当化するものは何もなくなる。つまり、宇宙がこのような仕方で秩序だっており、他の仕方で存在することはありえなかった、という理由は何もなくなるということである。名野数は、 カント的アプリよりを拒絶し、ヒューム的アプリよりをそれに代わって採用する。そして、因果性について、ヒュームから学ぶべき教訓とは、全く同じ原因は、100個の異なる出来事を実際に引き起こし得ることだとする。オブジェクト思考存在論の中心的な主張とは、オブジェクトは哲学においてあまりにも長い間、軽い扱いしか受けておらず、より、 ラディカルなアプローチばかりが注目されてきたという議論である。クレアム・ハーマンはこれらのラディカルな哲学を2種類に分類している。一つ目は、オブジェクトを侵食するタイプであり、オブジェクトは現実を覆い隠す表皮に過ぎないと考えるもので、一元論や永久のルテンといった形式をとる。二つ目は、オブジェクトを 乱ンするタイプであり、オブジェクトという考えそのものが素朴な存在論に過ぎず、性質や関係の根底にオブジェクトなど存在しないと考える。オブジェクト思考哲学の特徴は、反実在論への批判のみならず、ある種の実在論に対する批判によっても特徴づけられる。ハーマンに言わせれば、 主伝的実在論内部での派閥が増えるにつれ、実在論という概念は哲学において、たちまち重要性を失っていくだろうという。実際に、彼はすでに自らのオブジェクト思考哲学と他のタイプの実在論の差別化を図る論文をいくつか書いており、オブジェクトを無用のフィクションとみなして拒絶する実在論は、十分に実在論的ではないと論じている。ハーマンによれば、 あらゆるものはオブジェクトである。郵便箱、電磁波、時空、イギリス連邦、明大的態度まで、物理的なものであれ、フィクション上のものであれ、すべて等しく、オブジェクトである。半身論に対する強い共感を表明しつつ、ハーマンは、新しい哲学的分野である、自弁的心理学を考案し、宇宙論的な心のレイヤーと、ミミズ、ホコリ、軍隊、チョーク、そして、 石ころが有する特定の心的現実を探り出すことを提唱している。ハーマンはある種のアリストテレス的な実体の概念を擁護している。ライプニッツは実体と集合体を設けたが、ハーマンはそれとは異なり、オブジェクトが合体すると新たなオブジェクトが生まれると主張する。こうして現実はオブジェクトからのみ構成されており、オブジェクトの連なりの底などはない。 というアプリよりな刑事情学を構築しているのである。実体についての多くの理論とは異なり、実体が永遠不滅である必要はないとハーマンは考えており、アリストテレスが論じたように、実体は生じることもあれば消滅することもあるとされる。ハーマンにとって、オブジェクトはそれ自体が無限交代の最中にあり、他のいかなるものによっても、不価値かつアクセス不能な存在である。こうして、 彼は代替因果と呼ばれる理論にたどり着く。中世イスラム哲学における機械原因論にインスパイアを受けたハーマンの主張によれば、いかなる二つのオブジェクトも感覚的代替物の媒介なしには相互作用できないとされる。そしてハーマンによれば相互作用できるオブジェクトには二つの種類があり、それらは現実的オブジェクトと感覚的オブジェクトである。 前者は日常生活における物事のことであり、後者は相互作用を媒介するギガにあたる。ハーマンによれば、例えば炎が綿を燃やすとき、綿の本質はいかなる関係によっても網羅不可能なので、炎は綿の本質には触れていない。そうではなく、燃えるという事態を引き起こす綿のギガが媒介となることによって相互作用が起きているのである。イアン・ハミルトン・グラントは、 身体主義と彼が呼ぶ、体に関する哲学と物理学を批判している。グラントは、著書、フィロスサフィス・オブ・ネイチャー・アフター・シェディングにおいて、物質の定義に基づきながら、プラトン以降の哲学史を新たに語り直している。アリストテレスは、行走と質量を区分し、質量は哲学にとって見ることができないものだとしたが、グラントは、プラトン的な質量に回帰し、 それが現実を構成する基礎的な要素であるだけでなく、現実を支配する力でもあると論じている。彼は、この議論を、カント以後のドイツ関連論哲学者である、ヨハンゴットリープフィヒテとフリードリッシェディングをなぞりつつ、質量を実体と見るか便利なフィクションとして、捉えるかという対立が、今日まで続いていると論じる。そして、我々はプラトンを転覆しようとするのはやめて、 関東を転覆するべきであり、プラトン的伝統における、自弁的物理学、つまり、物体を扱う物理学ではなく、あらゆるものについての物理学を取り戻すべきだとしている。友人サッカーは、生命それ自体という概念を検討し、それが、哲学内部で、どのように位置づけられ、またいかにして、形事上学的性質を得てきたかを探っている。サッカーの著書。 アフターライフでは生命と生物が分離されていく中で生命の存在論がいかに働いてきたかを示し時間、行走、魂といった他の形状学的概念による生命という概念の形状状学的な取り違えが起きてしまったことを論じている。生命の存在論はどれも生命ならざる者によって生命について考えている。生命ならざる者は大抵の場合、 時間や、儚さ、行奏や因果性、魂や内在といった、形事上学的概念である。サッカーは、この主題を論じるにあたり、アリストテレスから、中世スコラ哲学、神秘主義、否定神学、そして、スピノザやカントに至るまでの議論の過程をたどっており、先の三つ組の取り違いが、今日の哲学においても健在であることを示している。サッカーは、 死弁的実在論と生命の哲学の関係を検討し、正規論的相関について論じている。正規論的相関とは、思考と対象、自己と世界の間に存する分離性と不可分性という相関する二重の必然性を維持し損なった状態のことであり、それは生命の概念を存在論化することによって引き起こされる。サッカーは詰まるところ、 生命についての会議論を支持している。生命は哲学の問題であるだけではなく、哲学にとっての問題でもある。このグループに分類される集団として、プロセス哲学として知られる思想への準拠によって結びつけられる思想家たちも出てきており、シェリング、ベルクソン、ホワイトヘッド、ドゥルーズといった哲学者たちを主な参照軸としている。近年の例としては、 スティーブン・シャビロの著書、ウィズ・アウト・クライテリア、カント、ホワイト・ヘッド、ドゥルーズ、アンド・エスセティクスがあり、プロセスをもとにした議論によって半身論や正義論、あるいはアニミズムが理論的に導出されている。シャビロにとって、ホワイト・ヘッドによる法枠と結合の哲学こそが、大陸哲学と分析哲学の最高のコンビネーションを実現しているという。最近のもう一つの例としては、 ジェーン・ベネットの著書、バイブラント・マターが挙げられる。同書では、人間関係から物体へ、生きた物質への移行が論じられており、生物と無生物、人間の体と非人間の体の間をまたがる、存在として位置づけられている。レオン・ニーモチンスキーは、著書、チャールズ・サンダース・ピアースエーレギジェス・メタフィジックス・オブ・ネイチャーにて、自伝的自然主義と呼ばれる概念を提起し、自然は、 自らの無限に生産的な生きた基盤についての洞察を与えうるとされ、彼はそれを農産的自然と同定している。レイブラシエは著書ニヒルアンバウンドエクスティンクションエンライトゥメントにて、哲学はこれまで絶滅というトラウマ的な考えを避け続けており、絶滅という考えによって条件付けられた世界において意味を見出そうと試みてきたと論じている。 大陸哲学における現象学と解釈学のアプローチ、また生命について論じるチルドルーズのような思想家は、ニヒリズムの脅威を食い止めて世界に意味を根付かせようと試みているとして、ブラシエは批判する。それに代わり、アラン・バディウ、フランソワ・アラ・リュエル、ポール・チャーチ・ランド、トーマス・メッツンガーといった哲学者を援用することで、ブラシエは世界には、 内在的に意味が欠如していることを示そうとしている。つまり、ブラシエはニヒリズムを避けるのではなく、それが現実の真理であることを受け入れているのである。バディウとラリュエルの読解を通じて、ブラシエが導いた結論とは、宇宙の根拠とは無であり、哲学は絶滅のオルガノンだということ、すなわち、生が絶滅によって条件づけられているからこそ、思考が存在するということである。 そして、ブラシエは、思考は存在とではなく、非存在と結合するというラディカルな反、相関主義的哲学を擁護する。2011年3月に掲載された、クロノス氏のインタビューにて、例、ブラシエは、死弁的実在論運動の存在を否定しており、自分は、そのようなキャッチフレーズを用い続ける論者とは一切、関わりを持たないと断言している。 主弁的実在論運動なるものは私が全く共感を抱かないアジェンダを掲げるブログ執筆者たちが抱く妄想の中にしか存在しません。反信論的な形事上学とプロセス哲学を少々まぶしたアクターネットワーク理論を支持するブログ執筆者たちのことです。インターネットが真剣な哲学的議論のメディアとして適切だとは信じておりませんし、 またブログを使ってネット上で哲学的運動をでっち上げ何でも信じ込みやすい大学院生たちの方向を誤った情熱を搾取することが許されるとも思いません。ドゥルーズはつまるところ哲学の最も基本的な課題は愚かさを妨げることだと言っていますが私はそれに賛成します。なのでネット上で愚かさの乱行を生み出したことが最大の達成であるような 運動に哲学的な利点はほとんど乱すことはできません。自弁的実在論は学術雑誌、コラプスと強いつながりを持っており、同志にてゴールドスミスカレッジで行われた第一回会議の議事録や自弁的実在論的な思想家の論文を数多く掲載している。また、ウォーリック大学大学院哲学研究科のメンバーが編集、発行している。 学術雑誌、プライにも、主弁的実在論の論文が多数扱われている。2010年にプンクトゥムブックスが発刊した、スペキュレーションズも定期的に主弁的実在論を特集している。エディンバラ大学出版局は、スペキュアレイティブリアリズムという名の総称を発行している。主弁的実在論に関連する、出版物のリストは、下記の通りである。 死弁的実在論はブログを通じてインターネット上で急速に広まっていったことで知られる。いくつかのウェブサイトが死弁的実在論運動のメンバーの論文、講義、また、新刊の予定などを告げる場となった。また、多くのブログには死弁的実在論や、そこから派生したアイデアを論じるオリジナルな記事が掲載され、死弁的実在論者が出演する。 ポッドキャスト番組もウェブ上にアップされた。マッケイ、ロビン、エディトリアルイントロダクション。コラプス、三十三、http コロンスラッシュスラッシュ www.urbanomic.com スラッシュパブコラプスに、php、ブラシア、レイ、イアン・ハミルトン・グラント、グラハム・ハーマン。 アンドクエンティン・メイハス2007、スペキュアレイティブ・リアリズム・イン・コラプス3、アンノーン・ドゥルーズ、ロンドン、アーバナミック、アーカイブド2011年5月19日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、グラハム・ハーマン、ブリーフ・ SR オーズ・チュートリアル、グラハム・ハーマン、ブリーフ・ SR オーズ・チュートリアル、マーク・フィッシャー、スペキュアレイティブ・リアリズム、フリーズ、マーク・フィッシャー、スペキュアレイティブ・リアリズム、 フリーズ、マッケイ、ロビン、エディトリアルイントロダクション。コラプス2、33、ah、http コロンスラッシュスラッシュ www.urbanomic.com スラッシュパブコラプス2、php、クエンティンメイハス、アフターフィニトゥード、5、クエンティンメイハス、アフターフィニトゥード、90、グラハム・ハーマン、プリンスオブネットワークス、95、グラハム・ハーマン、 プリンスオブネットワークス、213、グラハム・ハーマン、オン・バイ・ケリアス・コーザリティ、201、AB、サッカー、アフター・ライフ、PX、サッカー、アフター・ライフ、P254、ベネット・ジェーン、バイブラント・マター・エーポリティカル・エコロジー・オブ・シングス、ダーラム、 デューク・ユニバーシティ・プレス、ISBN 9長7808億2234万6197ハットレイ・ブラシア、ニヒル・アンバウンド、148から149レイ・ブラシア、ニヒル・アンバウンド、223から226ニヒル34から238レイ・ブラシア・インターベド・バイ・マルチン・リクター・ IAM、エニミヒリスト・ビ・コーズ、アイスティル・ビリーブ・イントルース・クロノス マーチ4、2011、ファビオ・ギロニ、サイエンス、レイデン・セオリー、スペキュレーションズ1、P21。ありがとうございます。